イランのロウハニ大統領は24日、アメリカが制裁を解除すればイラン核合意の修正について交渉に応じる用意があると明らかにしました。ロイター通信によりますと、ロウハニ大統領はアメリカがイランへの制裁を解除すればイラン核合意の微修正や追加の交渉に応じる用意があると記者団に語ったということです。 こうした中、フランスのマクロン大統領はイギリスのジョンソン首相とともにトランプ大統領と会談しなければチャンスを失うことになると指摘しロウハニ大統領に対話の必要性を呼びかけましたただこれに先立つ国連の演説でトランプ大統領はイランが脅迫的な行動を続ける限り制裁は解除されない、厳しさを増すだろうと述べイランを強く牽制しました。